どうもこんにちは、今回はですねコット、僕が持ってるコットっていうのがね4種類、4メーカーって言ったらいいのかなあるんですけども、まあ、それぞれを組み立ててですねどういった違いがあるのか、その辺をね見ていきたいなと思います。まずですねベントラクス、このメーカーのものがありまして、次にブルックリンアウトドア、このメーカーがあって、ナチュラルドロップ、そしてゾーズウィンズとなってます。で僕はですね基本的にキャンプに行った時は、コットを使って寝てます。なぜコットを使うかというとですね、まあ、エアマットの方が、ね、安いしいいんですけど、まあ、破れる危険がありますよね。破れる可能性があるというのと、あとはですね地面にそのまま敷いてしまうようになるので、どうしてもですねそのベッドスペースを占領してしまうというところがあります。ただコットにしておけばですねコットの下にも荷物を入れることができるので、まあ、そういった意味でもですね狭いテントの中で、空間をこう有効活用するということができるのが、まあ、コットの魅力かなと思います。まあ、寝やすいっていうのもね一番ありますけどね。まあ、とりあえずね袋から見ていきますが、まず最初ベントラックスのものはこの辺りに、カラビナとかかけるようなねものがあったりします。そして、まあ、ここから開けるようになっているというのがまずベントラックスで、続いてですねブルックリンアウトドアですが、まあ、これも同じようにですね引っ掛けるようなところがついてます。左右に一応持つところがあって、まあ、どちらからでも持てるようにはなっていると。でこんな感じで開くようになってます。で次がナチュラルドロップなんですが、これはベルトがついてるか、ベルトがついてて、上と下にそれぞれ持つところがあると。で、ここで開くようになってます。で次がゾーズウィンズで、これちょっと今中身がね、向こうの方にあるんですが、まあ、かなりシンプルですね。ベルトがあって、まあ、ちょっと持てるようにはなってるかな。まあ、基本的にでもベルトだけですね。で、まあ、こう開くようになってると。で大きさとしてはねこれが一番でかかったはずです。一番でかいんだけど、袋は一番小さいと。まあ、メーカーが4つあればねそれぞれに特徴があるっていうのがねこの時点でもわかるかなと思います。じゃちょっと横幅を測ってみます。まずベントラクスが 65.5 か6ぐらいですかねが横幅で、次がブルックリンアウトドアですがこれが67か 67.5 ぐらいかな。で次がナチュラルドロップですがこれが、65センチで、最後にゾーズウィンズ、これがこれはでかいですよ。ワイドサイズだから、75センチ、だいたい10センチぐらい大きいです。で今度は長さですね。長さベントラックスが 187.5センチ、ブルックリンアウトドアが、187センチで、次がナチュラルドロップこれが189センチ、ゾーズウィンズが210センチ。さすがにワイドサイズだと長さもね全然違うのが分かります。でちょっと乗ってみたところですね、乗ってみたところはこんな感じ。熱っ、寝そべるとこうで、次はブルックリンアウトドアですね。乗ってみるとこんな感じ、寝そべるとこんな感じ。よいしょ。で次がナチュラルドロップと。でゾーズウィンズ、でちょっと乗ってみたところですね、乗ってみたところはこんな感じ、寝そべるとこうで、今度はねそれぞれの高さなんですけど、今ハイ状態にします。全部ハイ状態にしてて、36、37、38、33ということで、この中ではねゾーズウィンズだけが、5センチぐらい低いのかな。で、こうやってね見比べてみると初めてわかるんですけど、足ですね、足がベントラックスは3つ、ブルックリンアウトドアは3つで、ナチュラルドロップも3つ。ただ
ゾーズフィンチだけが4つになってます。これは多分ね3つだとねワイドサイズだから荷重の問題でしょうね。多分支えきれないんだと思います、3つだと。なので足が4つあると。ただこのゾーズウィンズのものに関してはちょっと別の動画で出しますけど、通常のコットだとねこの形になってると思います。ただこれをこのパーツとこのパーツとこのパーツに分割できるようになってると。組み立てるのがね結構めんどくさいです。バラバラになってるパーツが多かったので、まあ、ちょっと組み立てるところが何があるかなというような感じが、個人的にはしました。あとこのナチュラルドロップですね。ナチュラルドロップに関してはここの下の部分ですね、下の部分にネットもついてるので、まあちょっとしたものを置いとくにはいいのかなと思います。まあ、地べたに置かずに荷物をこの中に入れられるっていうのはまあいいのかな。で今回のコットはですね全部ワンタッチ方式なんですけど、足の部分ですね、足の取り付けワンタッチにはなってるんですが、ベントラックスだけちょっと形式が違ったかな。まずゾーズウィンズですけど、こんな感じになってます。やっぱりワンタッチで取り外しができるやつですね、これです。でナチュラルドロップもこんな感じになってます、同じくワンタッチで。ブルックリンアウトドアもこんな感じです、やっぱりワンタッチ。ただこのベントラックスだけはちょっと違うんですよね。ここをこう押して開く方式なのでちょっと独特かなと思います。あとちょっとここバネがね見えてるのも気にはなるかな。なんか挟んだりはしないと思いますけど、なんかこういうなんだろうなワンタッチの方が個人的には安心感があるかな。あとちょっと地味なところなんですけど、このポールが通る部分、ここですね、ここがこの形式だと、これ1,2,3と通さないといけないんですけど、そのたんびにねここ広げてこっち側に通さないといけなくなっちゃいます。ただブルックリンアウトドアとあとこのベントラックスですねに関してはここにガイドがあるんですよね。ガイドがあるから、そんなことなくですねこっち側にとにかくポールをやってあげれば、ここで開いたりすることなくこうスーッと入ってくれます。これはこの2つのいいところかな。なんか素材とかねいろいろあったりはしますけど、こういう細かいところがね結構毎回組み立てる身になると重要だったりします。あとはねこのポールを通す部分かな、ベントラクスはどちら側にもあります、両方から通せるようになっていると。でブルックリンアウトドアに関してはまずこっちがありますよね、こっちから通してこっち側、こっち側もうね完全に閉まってます、閉まってるので、まあ、入れる方向は決まってるという感じですね。まあ、これはこれで全く問題ないと思います。まあ、やっぱりこのねガイドがついてるかどうかっていうのはねでっかいなと思いますよ。毎回の作業ですからね、なるべく楽に組み立てられる方がいいかなと思います。さあそれではですね今回ご紹介したコット、それぞれ見ていきたいと思います。まずはですねベントラックスのコット、まあ、こちらの特徴としてはですね張りも十分で、やっぱり寝返りをした時とかにね音がしないっていうのはいいところかなと思います。ただどうもですね足の部分がちょっと特徴的なので、まあ、そこがどうかなという感じです。で次がですねブルックリンアウトドア、ずっとブルックリンアウトドアっていうふうに言ってますが、実際の名称はブルックリンアウトドアカンパニーです。こちらのコットなんですが、こちらもですね張りは十分、あと特徴としてはですねポールを片側からのみ入れるようになってます。まあ、これに関してはですね、ポールが出てくる心配っていうのがちょっと少なくなるので、まあ、いいところかなという感じがします。まあ、今回ご紹介したコットの中でですね、唯一 100% ペットボトルから再生されたポリエステル製のオックスフォード生地というふうになってますので、まあ、いろんな商品が出てきたキャンプ市場ではあるんですけども、これに関してはねかなりエコな商品になってるんじゃないかなと思います。まあ、再生できるものを再生してこういったものに使うっていうのはねすごくいいアイデアなんじゃないかなと思います。で次がナチュラルドロップのコット。でこちらに関してはですね下にネットがあったり、横にポケットがあったりとか、そういった工夫がされてるんですが、やっぱりこう寝返りとか打った時にね、まあ、結構生地の音がしてしまうっていうのがね実際なところです。で最後にゾーズウィンズのアウトドアベッド、
これに関してはですね、この中で唯一のワイドコットなんですが、まあ、ちょっと張りが弱いかなっていうのがあります。ただまあワイドコットなのでやっぱりね、広々と使えるっていうのがいいところかなと思います。でこれに関してはかなりばらせるので、かなりコンパクトにはなるんですが、まあ、その分組み立てるのがめんどくさいという欠点が正直あります。まあ、こんな感じでですね、今回は4つのコットをご紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、コットって一口に言ってもですね、一番最初にお見せしたように袋だけ取ってもかなり違いがあります。で実際の製品もですね、ポールのガイドがあるものだったり、ないものだったり、ワンタッチ方式のものなのかそうではないのか、ちょっと変わったワンタッチ方式を取ってるのかとかですね、同じように見えてもですね、結構違いがあったりするので、この動画を見た方のですね、何かしらの参考になれば嬉しいです。まあ、キャンプの寝具としてですね、コットっていうのはかなり寝心地のいいものなので、今後もですね、僕はコットを使っていきたいなと思います。それでは